demasiado gorra. A ver cuándo toca. バイク止まったじゃん。後ろのアルファード行った？後ろのアルファードいねえってことはぶち抜いたな。おまわりさん、はい、今町田街道でアルファードを信号無視しておまわりさん抜かしてったでしょ。私ですか？うん、白のアルファード。ナンバーとか覚えてます？抜かしたよね。おまわりさん見てなかったの？あ、ちょっと私は違うあれ見てます。違う、あ、そう、地図見てます。あ、そう、白いアルファード俺の後ろ走ってたんだけど。本当ですか？うん、もうまくっていっちゃったじゃん。あ、本当ですか？矢印の右信号が出てたんだけど、はい、前のタクシーとおまわりさん抜いてまくっていったよ信号無視して。じゃあどうもどうも、すいません。なんだよ、違うあれ見てましたってなんだよ。まあ止まってたから携帯かなんか見てたのかな。それもちょっとおかしいだろ。なんかね、その白のアルファードやりそうな感じしたもん。後ろからどんどん追い上げてきて、もうあの線センターラインはみ出してた俺の後ろで。でちょっとおとなしくなったけど、ウインカー出してるあの 50cc のバイクのおまわりさん、お、ここにもいっぱいいるよ。これ何があったんだろうね。ここの信号さ、あっち透明の方に行ったの。そのアルファードも悪いけどよ、あのおまわりもちょっと見てねえっつうのかな、よろしくないな。眩しいなこれ。
悪いけど散歩してんの知ってる。お、鬼北のバカ来たぞ。ほら、ああやってすぐさなんか言い訳するじゃんバカみたいなね、もう瞬時に言い訳するじゃん、別のことしてましたとか言っていや呆れて物が言えねえよ。でも普通さ音がさするじゃん、タイヤの走行の音がさーってするじゃん、ぶち抜いてったんだからさ。そんでさ携帯ね、まあ見てたとしてもでチラッて見るじゃん。あれじゃダメだよ。よくあれで採用試験受かったな。